あの強力先発陣は、どこ行ったん？はい、どうも、メントスコーラとナダルマでございます。本日はですね、DeNA の振り返りの動画、撮ってまいりたいなというふうに思います。いや、昨日ね、悔しい負け方をしてしまいまして、本日の阪神戦で、ね、何としても連敗を止めるため、勝っていきたいという試合だったんですけども、結果を申しますと、2対7で負けてしまいました。ね。先発が試合を作れなーい。あの強力先発陣はどこに行ったんですか、あの強力な先発陣は。1週間前に戻って強力な先発陣はどこに行ったんですか。しばらく誰も QS もできないとこ行ったんだという感じなんですけどね、こんなこと言っても仕方ないので、選手さんが在庫というものを見ていきましょう。選手さんが在庫の方はこんな風にやっております。まあ打線の方はね、やっぱ阪神のピッチャー陣強力ですよ。中継ぎもね、やっぱいいの出てくるし、先発もね、今日やっぱ大竹選手コントロールいいですよね。甘いボールないしね、なかなかチャンス作るのも難しかったかなというふうに思います。まあその中でね、やっぱ惜しいところもいろいろありましたけども、2点取ることはできたので、やっぱ阪神戦のやっぱキーマンというかね、肝になるところはね、やっぱ阪神のピッチャーの中からもいる強力なんで、やっぱ、いたずらどんだけ先発が試合を作るかというところなんですよね。まあ当たり前なのかなとは思うんですけども、やっぱりもう今日なんかね、全合計で7点、途中までで5点入れてしまってた展開なので、そういう展開になってしまうとやっぱちょっと厳しいですよね。阪神戦特に。という感じなのかなというふうにはね、思いました。まあ、打線ね、まあ、宮崎選手はね、あたり出てますけど、佐野選手がちょっと出なかったりね、牧選手元気なかったりってところもあったんですけども、やっぱ渋谷区はね、2番に外選手を置いて2安打打ってくれたことかなというふうには思います。ここはね、ちょっと大きいのかなというふうには思いますし、関根選手もね、2本出ましたというところで、やっぱりなかなかね、他の選手は当たり出なかったりっていうところもあったんですけども、ね、やっぱり打線は水物なのでね、しょうがないところもあるだろうと思うし、代打で出てきたね、太田選手もきっちり打ってくれましたので、良かったのかなというふうには思います。まあ逆にですね、ちょっとベテラン勢ちょっと疲れてきてるのかなというふうには思いまして、まあ大山選手のゲッツー取れるあたりで宮崎選手エラーしたりだとかね、全然ね、4月はね、バッテリーミスなかったんですけども、ちょっと移動世界選手権選手ね、後ろに取らせて迫ったりだとか、結構最近バッテリーミスもちょっと目立ちますよね。やっぱりかなりね、チーム全体として打線もなかなか打てない、先発試合作れない、ちょっと長次も打たれるという展開で歯車合わずにね、4連敗してしまっています。まあね、こういうチーム状態もね、絶対あるかなというふうには思いますので、どんだけね、連敗を引き伸ばせないかなっていうのが本当に重要かなとは思いますし、明日のゲームは本当に肝になってくるのかなというふうにはね、思ってます。まあ、ピッチャーの方はですね、ガゼルマン選手ね、ツーベースも打ってバッティングも良かったし、2回までね、ほぼ完璧なような展開だったんですけども、木浪選手デッドボール与えてね、大竹選手にファーボール、1球も入りませんでした。その後ね、まぁ、あ、ちょっとエラー絡みもあってね、ちょっと不運なところもあったんですけども、急にね、崩れてしまったってところもありましたし、ガゼルマン選手ね、かなり安定したね、ピッチング毎回してくれるので、ちょっと良くなかったのかなっていうふうにはね、思いました。まあ、こういうところもね、あるのかなと思いますし、仕方ない部分もあるんですけども、ちょっと意外な、ところでしたね。やっぱ先発が試合作れないとやっぱ勝てないですよね。まあ中継ぎはね、その後、三島選手ちょっと打たれましたけども、森原選手も坂本選手もね、抑えてくれて、最後ね、入江選手ちょっとかわいそうでしたね。入江選手のちょっと立ち位置がね、僕わかんないなというふうには思っていて、まあ今日のなんかの展開で3点ビハインドでワンチャンス、逆転できる展開でしたので、宮森選手出すのちょっと怖かったかなとは思うんですけども、ちょっとまあ困ったら入江選手的な運用になってるのかなというふうには思いますので、入江選手プロスペクトのピッチャーなのでね、こういう使い方でいいのかなとは思うし、今日はちょっとの中でのね、登板での投げ展開でしたので、ちょっと不運なところもあったのかなというふうには思ってます。はい、最後、メントスカウト選手を決めましたね。今日の動画はね、終わっていけないなというふうには思ってます。そうですね、今日のメントスカウト選手はね、該当者なしで、お願いします。はい、今日はね、こんな感じでね、終わっていきたいなというふうには思います。先ほど言いましたと、明日本当にね、肝になる試合なのかなというふうには思いますので、どうぞ、平選手よろしくお願いいたします。はい、今日こんな感じで終わっておきます。ここまでご視聴ありがとうございました。今日はチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いします。いつもこんな感じで撮っておりますので、また見てください。それではですね、お疲れ様でした。バイバイ、明日は勝つぞ！
栄冠掴むその日まで恐れず飛び込めベースへ、君の熱き血し俺燃えろ竹広、かっ飛ばせ竹広。